まあそんなに嫌なんでバフない。あ、ここか。まあまあそんなに離れて隠れてみたいなことはならないから。うん、え、なに、ま、そうか、これバーストと、あまずパックン。ちょっと待って、え、どうやって攻撃しよう、これジャンプだよ。いや、今ダメージがいて、バーストアーツエフェクトでしかダメージが入んないってすごいだるいんですけどねすごいだるいですよね。え、なん、あ、だ、ん、攻撃発生早くなってない君。怖い怖い、すばしっこいゾーンになってる。うん、超、あ、うす、あ、そうか、それもあったんだっけ。久々に戦うからちょっと分かんないぞ。ナイス、よしよし。足壊れたはずだよね。いや、壊れない。あれ、頭か、頭とポットと胸、胸か。あー痛い痛い頑張れ、ふう、周囲だ注意だ。なぜこのタイミングでトラップ出した。ん、壊れた、壊れたね。おっと、壊れました。ナイス、打ち込め、全弾打ち込め。頭を壊れた、ナイス。あとはここね。お腹かと、うん、お腹ー、痛っミサイル、はい、オラクルなくなった、カスタムもオラクルもなくなった、なくなった。もう手も足も出ませんクレアさんとエンゲージすることしかできない。どないせいっつーね。よし、変わった、オッケー、いてこんにゃろお前のバーストアーツエフェクト、そんなにダメージやん。200ぐらいが4箇所出てるから、痛い。お、やったぜ、ツルドした、やったぜ、チョキ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 、よいしょ。ここって温泉出ませんよね。出ないですね。温泉がない仕事場なんてちょっと厄介。あーと、はいはい、OK、フェクトにダメージに結構な差がありますねって村田さんが言ってます。そうそう、適当に見た目とかで選んでるだけなんで強いエフェクトとかわかんない。わかる、そんな感じ。トラも見た目で選んでるちゃんと選ばないとな。チャンスチャンス、頑張れ、ナイス、全面走行、全面走行って頭のこと、
いや、胸のことですね。ああ。うい。おお、いいね。和通りが。パク。一発3000ダメージはでかい。イエイ。ナイス。ふう、まあ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 。まあ、まだ1体ですからね。うん。うまくいかんな。はい。いけ。言うてまだまだこれからなんですけどね。B コーロ。今日は B コーロかな。いけるといいですね。なんかそうですね、進むごとにこのデバフが増えていくこの感じでもいや、うん、最後のやつすごい多かったもんな。コロコロ変わっていくから、それに対応するのもなかなか気を使うと言いますか、うん、1分ってすごい早いですね。うん、ほんと落ち着けない。うん、はい、ミッションはこちらです。次ナンバー3。はい、スタミナ半分以下で捕食攻撃ダメージアップ。 あんまりアップした感ないけど、うん、対空時間1秒前にダメージアップ、うん、はい、継続ダメージこれやだな、めんどくさいな。でも偶像トラーだ。まあどっちもジャンプ攻撃しがちな敵だから合ってるっちゃ合ってるのかしら、うん、氷と神、氷と神どっち行きますか。どっちもやで、やだと言えばやだ。偶像は氷と神だと分かれてんのか。氷で行くかな。了解。じゃあ神でいくかな。うん、盾は氷と神、多分炎と神の盾がいいと思う。じゃあこの虎から剥いだやつか。え、タイガさん何剥がされたの違う、バジュラから剥いだやつじゃあ、あ、私神だから偶像、偶像行くか。オッケー。うん。バーストアーツエフェクト後で見ようかな。バーストアーツエフェクトす。あ、なんか分かれてますよね。カテゴリーというか、発生分類というか。うんうん、でいろいろあるんだけど、その攻撃力がうんたらみたいな説明はないから。そうですね、結局どれが強いのってなっちゃう。一匹ずつですね。助かる。この人よく動くから狭いとこで戦う方がいいな。よいしょ。そうやって時間稼ぎ。いて。支援行為はバン。黒猫さん、こんばんは。あ、こんばんは。初めましてかもな。こんばんはです。どうもどうも。ゴッドイーター3を楽しんでおります。超難易度です。グレンです。対空一秒。この対空は実はショートソードにとってはチャンスなわけですけれども、うん、そうなんですね。はい、この人結構対空時間が長い人なので、うん、まあでも2回ジャンプしたら大丈夫かなぐらいですね。ショートソードは実はうまくやればいつまででも空中に浮いていられるので。へー、すごい。
ああスタミナが切れない限りは。あーれーなー。よいしょいい。あそうだ今あーまあいいや。あ回復中だ。あ来た来たこれ。はいはい。ここで今のうちにコアを潰しておきたい。いいねいいね。いやこのタイミングかなり銃撃ダメージ上がりますね。倍率が高い。コアを出せ。オラクルがない。えちょっと待って二人何やってんだ。もう何やってんだ。どうしたのどうしたの。近づきすぎよ。どうしたの今。黒猫さんが懐かしいって言ってる。ゴッドイーター3懐かしい勢ですね。我々は現役勢ですよ。我々はいつ始めたこれ。春3ヶ月ぐらい前。3ヶ月前ぐらいか。 ST 半分でホットダメージ OK。よいしょいい。待って待ってコアを叩きたいな。ナイス。スタミナ半分以下で捕食ダメージアップ。なかなか意識的にスタミナ半分にするの難しいから。あーなるほど。トラはスタミナ系の。あえ5000とか出てるよ捕食。そんなに違う。スタミナ半分ぐらいで5000はすごいな。じゃあやっぱ狙った方がいいのか、うん、あと誰だっけ。スタミナを減らす。こっちじゃないや。こっちじゃないな。迷子です。はい、あ、スタミナ切れた。あと誰でしたっけ。あーラーか。これは6年前のゲームだって。6年前の割には結構いいゲームよ。あ、ラーの曲だ。よくわかりましたね。よいしょ。いません地上攻撃ダメージ無効だからちょっと待ってようかなと思ったのにユーゴ突っ込むから。飛びなぴょんぴょんしな飲みのように。ぴょんぴょん。やだうん。うそここで捕食はやめてほしい。近づけないのに捕食攻撃してくれるとかずるくない？あいた、やられちゃった。いてちょっと、来ないでほしい。違う、今のタイミングはダメージが上がるから撃つべき。撃つべき、コアを撃つべき。遠くて当たんない。なるほどね。ワープすな。あ気づくの遅れた。ナイスラあーちょっしょうっそ。あーよくガードしたな。何一人で本線使ってんですか。よしやるか。今何スタミナ半分以下か。スタミナ半分以下。スタミナ半分にするの難しいんだけどな。いやいけるいける。いやいけないね。半分以下にして。な食べる、ね、5000。いいな。私スタミナ消費を下げるようなスキルたくさん入れてるからそれそのせいもあって。
強に戦おう。ダメージあんま取んないな。捕食ですよ。ジノさんを食べ、ナイス。うん、怖い怖い怖い。懐かしいな、この攻撃も。対空1か。え、対空？痛いよ。オッケー。熱い。やけどした。いいね。熱いよ。いで、やられた。やけどはね、怖い。何かしました。当たらないんだよな、ジャンプ。当たった当たった。あー、やっぱやりにくいな。うっ、ちょっと待って、ちょっと待って。今全然意識してなかった。ワープした？してなかったでしょ。してないよ。せずにいきなり食べたね、今は。ずる。もう打て打て打て。そうだ、今打て打ての時間だ。うん、イエーイ。近づけない。近づけないでござる。近づけ。痛いでござる。キレキレキレ。おお。すごい、死なばのお供じゃん。うん、よし。あ、はあ、怖。近づけないっていうのはとっても厄介ですね。うん、まあね、でもまあ銃持ってるから。うち体力が増える代わりに OP 減ってるからすぐ弾切れ起こすんですよね。あ、なるほど。 OP 上げるやつもあるか。え、何今の。え、何が。あ、ジンノさん今の吹っ飛んでたの。吹っ飛んではないですよ、普通に。敵かと思った。ダイブしてるだけなのに敵弱い。うん、あ、耐久が一番減っている。これは恥ずかしい。新しいニュープラス2はありがてえ。うん、よし、ナイス。バーストアーツエフェクトとちょっとプラスのあれが出たな。食べさせよう。うん、どうした。B航路海域調査。うん、3種類のB 航路海域調査4つの海域異常があります。1つ目、ジャストガード以外のガード負荷。え？無理じゃん。じゃあもうガードは実質死んだようなもんだな。いや、ジャストガードしてくださいっていう話ですよ。無理無理。バーストゲージ半分以上でダメージアップ。非ダメージで侵食状態。はあ、ジャスト、あー、なるほどね。で、バーストアーツエフェクトのダメージアップ。あはは。なるほど。これはちょっとやっ、あ、敵は小物とドリルとアリエルか。サリエルか。このサリエルって普通のサリエルかな。データベース。サリエル。プラス40過ぎぐらいまで来た。お、いいじゃないですか。あとちょっとだ。
るでしょう。あれサリエルいないぞ。サリエルだ。サリエル攻撃属性が神。何が強いんだろう。バーストアーツエフェクト。わかりません。わかんないですよね。そう、バーストアーツエフェクトの攻撃力みたいなの書いといてくれればわかりやすいのに。まだ全然手に入れてないよ。え、そうなんです。うん、何で増えるんでしたっけ。わかんない。あれじゃん、倒した敵の数。え、そうなんですか。そうですね。これはジャンプはこれは、フラグさんが手頃なのだとイグニッションっていう汎用の爆発するやつなんですが、トラさん多分ないですねって。ないか。イグニッション、ジノさんある？こだわないや。ある。じゃあそれつけといてください。よくわかんないけど。よくわかんないけどつけといてください。わかんないけど、まあつけますわ、じゃあ、うん、これね。どういう感じなんだろう。どこで手に入れたの、イグニッション。全然わかりません。何、イグニッションってどういう意味だろう。点火、イグニッション、氷、氷で行くべき。そうですね。出が早い攻撃に積んで連打する感じですね。だって、私全然出が早くない。氷はこれか。もうすぐ忘れちゃう。どっちがどっちか。合ってた。氷、うん、氷で、これか、ちょうどいいな。OK、出来上がり。カオス。縦は、縦は、縦は神と炎。炎？うん。じゃあまた虎のバジュラーのやつだ。力が強すぎるんですよね。バジュラーの。OK、うん、いきます。まさけさんがジンノさん持ってそうだと思ってた。やっぱ持ってたって。そんなに難しい、入手が大変なものなんですか。ジンノさん、どんだけ遊んでんの。ほんと、まさけさんほどでないことは確かですけど。ね、さっきはまさけさんのアバターカード見てね、ヒーってなってたんで。そう、とんでもねえなって言ってたんですよ。あ、いるな、もう。これってちっちゃい子ちゃんも倒したやつですよね。そうでしょうね、多分。うん、そうですね。もう突っ込んできてな、なんか。ジャストガード以外のガード不可っていうのは、虎は普段通りですな。ガードは捨ててますので、ね。何のために盾を持っているのか。おいおい、食べ行くなって。うん、オッケー。ちょっと今のうちにご飯食べてよ。鮭おにぎり違います。 OP を増やす薬を持ってきました。ナイス。バーストゲージ半分以上でダメージアップ。 OK。 スカン、やるぜ。ナイス。吹っ飛んだですね。お、いいね。
いいのに、なんでこのタイミングでバーストゲージが下がるのか。よいしょ。チョキンチョキンチョキン。よいしょ、今のうち今のうち。ナイス。今のうち今のうち。今のうち今のうち。ダメージで侵食状態って、あー、ダメージ食らったら壊れたことになるってやつか。そうですね、食らったわ。あっさり食らったわ。本当だ。これは気をつけないとな。なんか来るよ。大丈夫大丈夫、なんか来るよ。あにゃー。大丈夫だった。なんかガードしてたっぽい。自動で。あー、そうか。今はジャストガードになっても大丈夫だから。うん、でも終わりそうな雰囲気が。終わってしまった。終わせなかった。小物が湧いた。オーガテールだ。ちょっと待った、そうか、この小物にも適用されるんでしたっけ。ファーストエフェクト。ナイス。ほいほい。どこや、どこや。あっちや。逃げてますわ。うん、こっちからや、こっちか。そっちじゃないと思うんですよね。こっちか。何を見てこっちかになったのか。うん、迷子や。待てー、あーやだー、この人嫌い。ユーゴちょっと一回こっち来い。ジャストガード以外のガードフッカー、それもそれであれだな、関係ねえ。潔い。うわ、関係ねえよ。ガードなんてすな。いて、まあ、ステップでね、かわすとはかわせてないじゃん。なあ、だって待ったがや。いいね、ちょっと今のうちに頭食わすか。頭を壊したかったのにと。パックン、オッケー、頭壊れた。うん、これは楽勝では、はい、アリエル嫌い。ガブリさせろ。うん、よいしょ。あ、なんか良くない気がする。だいガードしたぞ。え、ガード捨てたんじゃなかったんですか。トラガーガードできるなんて3年に1回だから許してほしい。もう今後ゼロってことですね。バーストゲージが。どうぞ。ノーモです。イエーイ。レーザーが。3年に1回とか配信終わってるんごって言ってる誠一さん。そうなんですよ、もう見る機会はありません。最後のガードを使ってしまった。うー、イエイエイ。まあちょっと厄介かなと思ったけれども、うん、まだね、まだなんとかなるレベル。
このまだこの辺は楽しいんですよ。次がナンバー 5かな。でもなんか栄光路のがしんどかったような気がするな。そうですね、うん、今んとこまだまあなんとか、めんどくさい、うんうん、面倒くさい効果がデバフがかかっているけれども、うん、まあ、ちゃんと攻撃が入ってるから大丈夫。うん、なんか栄光路はダメージ無効が多かった気がするよ。いくら剣を振ってもダメージ0000みたいなそうそうそう、ほら時間かかるわみたいな。続いて B 航路怪獣長さん5、荒髪周囲継続ダメージ、スタミナ半分以下で捕食ダメージアップ状態上中ダメージアップ、アイテム使用不可はははは。うん、あ、じゃあ餌場温泉が、あ、そうですね、温泉が役に立つやつ。うん、なるほど。荒髪周囲にダメージはちょっと本当にちょっとやめてほしいけど、マルドゥークちゃん弱点属性は氷、氷炎、氷、さっき氷持って行ってたでしょ、このままでいいか、うん、炎してくるよ。あれ、あ、このままでいいね。お、うん、そうですね、うん、よし、まあいけるやろ。よし、もう、マルドゥークちゃん、あ、マルドゥークちゃんの人形に変えてきたらよかった。いや、いらないと思いますね和ませるかも、マルドゥークちゃんを。逆にユーゴがマルドゥークだと思って切りかかりますよ。そっちかな、こっちかな、どっちでもいいかな。じゃあこっちから行ってみます。はいはい、え、嘘、小物の周りにも近づいちゃダメな。どうなの？そうみたい。それはちょっとさ。何、クリアさん戦闘不能ですとか言ってんですけど、何起きてんの？え、どうした？のしのししてるマルドゥークちゃん。かわいい。行くないね。そーっと近づいてる今。え、ちょっとマルドゥークこっち来るじゃないですか。かわいい。ちょっとちょっと早いとこターゲッティングしてくださいよ。こっち来るじゃないですか。トラも今にっこりしながら見てたから、マルドゥークちゃんを見てないで戦いと言っているんです。やだ、怖いよ。なんでこっち来るの、ちょっともういつもそう人になすりつけることしかしないんだから。あれ、なんでユーゴ倒れてんの？あの二人大丈夫かな？ダメかもわからんね。小物にやられてんだよな、多分。あ、まずい、目の前じゃん。怖い。かわいいよ、マルドゥークちゃん。痛いよ。かわいいよって。痛い、ちょっと雲をそっちのさんの方行ったからいいや。雲はなんか変な動きしてんです。あー、温泉に来たのね。ふぅ、マルドゥークちゃんのお尻をガブッと。ちょっと温泉行くわ。ちょっとやば、マルドゥークと遊んでていいですよ。温泉来ないでくださいよ。来ないでくださいよ、もう雲がよ、人が雲と戦ってんのに連れてくるから。ダメだ、怖い。ふぅ、捕食攻撃？え、まさか。
向こうの2人何やってんですか。助けて、クモ。クモがやだすぎる。アイテムしよっか。あ、死んでる死んでる。わお。何今の。あだ。あれ、クラーさんが来た、いつの間にか。よいしょ。え、あ、いいのか。うん、痛い痛い。ちょっと温泉。ちょっとあっち行ったりこっち行ったりするから電気が混ざるんでしょうが。温泉。うん。ようやく働きな、みんな温泉来ちゃってんじゃん。クリア一人で戦ってるじゃないですか。いや待って、今無理、今無理、今周囲ダメージじゃん。無理無理無理。あ、本当だ。ちょっと遠くからちまちまやるか。やれ、バレット打ち込め。本当気にせずに突っ込むね君ら。バーン。え、違う違う、ジノさんの方向いちゃう。ん、何、私お付きだったんですか。うん、そう、うん、本当に敵で敵でしかない。頑張ー。うー、はい、ない。まあ、ないです。もう時間そろそろ切れますよ。よいしょ。し君らさ、君らちょっと死にすぎなんよ。クレアさん起こそう。どうぞどうぞ、虎の体力を奪ってください。奪って。ちょっと回復中出しておきますわ。ありがとう。ゴールド、ナイス。スタミナ半分にはならない。スタミナを半分にしてからの捕食したい。今たい、うわうわっていう声が聞こえた。あ、今度はウギャーっていう声が聞こえた。ウギャー。おっと、ダメージ高くない？状態以上にしよう。おーい。じゃあちょっとトラップ置いてみよう。お願いします。はい、どうぞ。飛び越えたか？今回こっち。あ、でもベノム化してるよ。オッケー。なんか壊れた。後ろ足。あ、ホールドもしてるよ。いいねいいね。いや、順番でよかったのに。キレキレ。来た来た来た。バナあるよ。バナあるよ。バナあるよ。いいね。ナイス。単純な犬だ。こいつは。よし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 。なんかダメージ下がってんな、うん。あっという間にホールドが終わってしまう。なるほど。まあもう時間が。ちまった、回復しようと思ったのに。アイテム使用不可じゃん。温泉行こう。湧いてます？うん、湧いてる湧いてる。ちょっと行こうかな、じゃあ。追っかけて行ってますよ。ほい。よいしょい。タフだね、なかなか壊れないね。マリルークちゃんはね、強いから。やっと壊れた。ナイスナイスナイス。アイテム使用不可の時ってダメージ上がってるんですかね。なんか上がってますね、うん、上がってますよマークになってる。うん、
逃げたね。貯めとくの忘れてた。うん。ユグドラシル原木。え、ああ拾ってるんですか。うん、今拾った。いつでもどうぞ。頑張れー。あ、巻き出た。終わった。一瞬よ。もう倒せ、叩け。嫌でござる。あー死んじゃう死んじゃう。あと10秒、やばい、あと10秒ぐらい待てばいいだけなのに、ほんと君ら突っ込むな。ゼロ、よし。頭の縫いよく落ちないわねって言って、確かに接着してるんですよ。接着剤何派？接着剤に派閥とかあるんですか？そらはね、SU 派だな。私はエポキシ樹脂派ですね。エポキシか。1液2液。ええ。安心して接着できる。SU も安心して接着できるよ。そうなんですか。うん、ホームセンターで見たことしかありません。あれはいいですよ、3種類あって。うん、トラは金の SU が好きなんですけど。どの辺が好きなんですか。やっぱ味が好みとかですか。なんかお別れが少ない、金の SU は。お別れが少ない、どういう意味。銀の SU はね、ちょっと固まるのが早くて。ああ、はいはいはい。ちょっとうっかり開けっぱにしてたら、あ、唐突な別れが訪れたり。何別れって、何の別れなんですか。もう固まっちゃってて。そうですね、そう、チューブの中でお別れが来ちゃう。あるあるある、なるほど、うん、そういうお別れ。そう、そう、接着剤長く放置してるとこういうことになりがちだから、うん、私はやっぱ2液でその時混ぜてっていうのが安心。わかるわ、確かにそれはそうだわ。すごいマニアックな話になってません、この接着剤がみたいな。誰も興味ないですよ。接着剤、え、接着剤の話興味ないの。嘘でしょ。誰が興味があるんですか。興味津々じゃないの、接着剤の話、ね、ちょっとホープさん来た。なんだかんだでもう B コールを6まで来ましたね、うん、あっさりじゃん。すごいいいペースじゃないですか、うん、いや絶対 A のが大変だったな。大変だった、本当に大変だった、うん、あー、ちょっとアホみたいに回復錠買ってこう。アホの子だって絶対使い切れないぐらいあんですよ、もうもはや。まあもう、ね、回復値145個も買いだめてるけど絶対もういらないでしょ、こんなお金が余ってるからね。もう使うことないんで、うん、そうだったらアイテムに変えて、え、いいんですよ、うん、もうちょっと減っただけで回復値置いてくれていいんですよ。あ、なるほど。さ、はいはい、そろそろバジュラはバジュラ、バジュラではないですけど、回帰異常がなかなか。OPST 上限50、HP 上限50で OPST 消費なし、これなんかあった。いや初めて見たかも、初 め、うん、初めてだと思う、うん、5回以上でダメージアップ、非ダメージで侵食状態、スタミナ自動回復負荷、あははは、うん、HP 上限50でオラクル使い放題、じゃあ銃打ち放題ってことじゃん。そうですね、打ちまくれみたい、うん、その代わりその前が OPST、うん、上限50という、なるほど、なるほど。でボス、ボス中型大型か、どうしようかな。これ縦何持ってく？
ボンバサラが雷で攻撃してくってしょ、ガドリガが炎で来るでしょ、こっちの人なんだこっちの人氷かな、バラバラですね、バラバラですね、雷か炎か氷、いいか、難しいな、じゃあ氷と雷の方でいこうかな、待って、うーん、武器属性どうしよっかな、クワドリガーの方がいいかな、武器は炎と氷、炎と氷の辺にしよう、よし止まってくださいよ、あいたたた、肩が肩じゃないな、これ鎖骨だな今の、どこでもどこでもいいですけどもそれはどこでもいいですけど、聞こえましたよバッチリ、配信乗ったんじゃないんですか、パキって言ったでしょ今、ましたね、鎖骨、左鎖骨の音ですね、折れたんじゃないんですか、折れてない折れてない、あー人雷に弱いか、これでいっか、天崎さんが伸びをせよって言ってる、はい伸びします、あ、いたた、背中がパキパキ言うよ、あんまりさせると、背中のパキパキはさすがに聞こえないだろう、あんまりさせるとタイガさんが骨折で入院 してしまうんで、ほどほどにしてください言って今鳴ったねえ、鳴ってんの本当に、今鳴ったねパキパキなんすよ、なりすぎで怖いんですけど壊れかけのおもちゃみたい、首だな首水分補給もきた、お水飲むのだ飲むのだ、うん、フラグさんがガチガチで草ですわって言っていや本当にねバキバキなのよ、もともと体めっちゃ硬いんですけど、ちょっと人としておかしい状態まで来てますけどねそうそう、なんか木でできてるでしょうって言われたあー、うん、そう作り物のような、そんな音するよね、なんかね。